日南学園高校の生徒たちがサッカー教室を開きました。参加したのはサッカーに興味がある地元の小学1年生から中学1年生41人。この教室はみんなにスポーツに興味を持つきっかけとともに日南市のスポーツの活性化を目的としてこの教室を開きました。実はこのサッカー教室、日南市の地方創生をテーマに学習をしている理数科と北進科、それにサッカー部の生徒たち自ら初めて企画をしたそうです。日南学園サッカー部は県大会ベスト4で、フットサル部は九州大会で優勝し、全国ベスト8の成績を残しています。ビニールの紐を取り合う尻尾取りゲーム、高校生がシュートやドリブルなどを披露した後、グループに分かれてパスやドリブルシュートの練習に汗を流していました。楽しかったです。パスはこういう風にするんだっていうのを教えてもらいました。自分のチームで生かして、習ったことを生かしたいです。初めての体験であまりその進行とかがうまくいってなかったとは思うんですが、小学生や中学生がしっかり楽しんでもらって、高校生としてはとても嬉しかったです。人数も集まらなくてできるか不安だったんですけど、たくさんの人数が来てくれて、次回は全部楽しいって言ってもらえるようなプロジェクトにしたいです。日南学園では6次産業や医療福祉、観光振興などをテーマに、課題の発見と解決していく能力を学習して今年度中に発表会を予定しています。スポーツ振興プロジェクトサッカー教室大成功、イエーイ。